何がいいかなと思ったらこれにします。ああ、いいですね。先に選んで、本当に選んじゃっていいんですかね、うん、僕はビッグフューチャーをこれから考えてみます。大きな絵、大きい絵。僕は夜間、夜間にします。夜間はこれだよ、ツボですね。夜間にします。え、本当に夜間にする？僕本当に夜間にしますよ。本当にそれで大丈夫ですかね？大丈夫、わざとだからね。いやいや、待ってってください。全部自分の計算通りです。ビッグフューチャー、うん、そうそう。え、ちょっとこの前にとりあえず中心になれるなんか大きいやつを先に選んだ方がいいんじゃないですかね。僕これが中心だ。なるほど、なるほど。じゃあ先生お任せします。これが中心で全部選んだ。楽しみですね、先生の生け花。あ、そうだ。制限時間ってカウントしてます？本当に大丈夫ですね。先生、ものすごく本当に大丈夫ですかね？うん、大丈夫だよ。でも思ったより綺麗に作るのってこれ薄いですね。うん、花は好きですか、先生？あ、花大好き。もう手つきが本当に花のことが大好きなプロの繊細な。そうです、プロだよ。プロですか？あ、プロ。ピピチョやってるからね。なるほど。後でびっくりするかも。なるほど。俺のために。いや、さすがユノすごいな。さすが言うの天才な。先生、後で作名の説明もよろしくお願いします。先生、30分前です。そろそろ最後のスピードを。あ、完成しました。じゃあどうでしたか？いや、ね、予想通りに完成しました。最初からこんなのを予想したんですか？そうです。そんなハードルが高くなかったんですか？いや、ハードルが高かったんですけど。ですよね。うん、じゃあまずちょっと一言感想ぐらい言ってみると、僕は東方神起森っていうところで住んでいるビギスト、ティビちゃんをちょっと表現してみようとしました。はい、これが純粋な気持ちがある意味では太陽みたいなですね、うん、はい、タイトルはそれで TV の森、 TV の森、 TV の森にしました。 TV の森。じゃあ悪くはないね。先生の出来上がりは、僕はまずは360度を見ないとこれは理解ができないです。はい、お願いします、はい、360度。さあ、見ましたか？さあ、この今日のテーマはノアの箱舟。それで人たちが全部やって天国に行きましょうっていうノアの箱舟です。東神起2人が乗って、その船長、はい、船長がビギストの皆さんです、はい、それで一緒に天国に行きましょうっていう深い意味が入ってるよ。そうですね、これで最初目の、そして個人的にはちょっと予想してみるんですけど、最後のしょうがないになるんじゃないかなと思うんですけど。はいはいはい、はい、でも、まあ、でも結局思ったより二人長寿だったと思います。いや、まあ、結果は皆さんが見て話してください。はい、まあそうですね。じゃあ今までしょうがないを愛してくれて本当にありがとうございました、皆さん。、はい、しょうがないのプログラムこれからです。はい、はい、皆さんたくさんの応援よろしくお願いします。はい、じゃあそれでは東神起でした。皆さん天国にみんなで行きましょう。